平野の仕様のインスタ投稿が社会福祉に大きな影響を与え、新たな支援の形を提示。ファンとの連帯で小児がん患者への支援拡大。2023年7月30日、元、キング、リンチェプリンス、芸能事務所とオッベー、戸辺所属平野仕様がインスタグラムを更新し、その投稿が予想外の影響を与える出来事が起こりましたた。 この出来事は、平野紫仕様のファンと社会福祉の支援活動という異なる領域が交差した、興味深いエピソードとして広まりました。今回の記事では、平野紫仕様のインスタ投稿がどのように社会福祉に貢献し、何がこの珍しい状況をもたらしたのかを詳しく探求します。平野紫仕様のインスタ投稿とその反響を、 平野紫仕様は、自身のインスタグラムアカウントを通じて、ファンとのコミュニケーションを楽しんでいます。2023年7月30日に、彼はカフェでレモネードを飲んでいる写真を投稿し、以下のコメントを添えました。皆さんいかがお過ごしですか夏、しょすぎませんか昔こんなに暑くなかったですよね。この涼しそうな僕を見て涼んでください。体調を気をつけて。 このシンプルな投稿は、平野の仕様の自然体な魅力を捉えたもので、多くのファンがこれに喜びました。彼が白の T シャツにジーンズ、白のスニーカーというラフなスタイルで登場したことが、ファンにとっては特に魅力的だったようです。レモネードブームの始まり。しかし、この投稿が予想外の反響を呼び起こしました。 平野のインスタグラムに投稿された写真に写っていたレモネードが彼のファンたちにレモネード欲を刺激したのかコンビニやスーパーマーケットでレモネードを購入する人々が急増しました。特に注目すべきは2023年8月1日に発売されたファミリーマートのみんなのレモネードがその人気を爆発させたことです。 実はこの特定のレモネード商品は、小児がん啓発を行う団体である、一般社団法人みんなのレモネードの会とのコラボレーションによって生まれたものでした。売り上げの一部が小児がん患者の子どもたちを支援する団体に寄付される仕組みとなっており、その情報が一部のファンに広まったことで、購買意欲が高まったのです。 平野氏仕とみんなのレモネードの会の偶然の出会い。みんなのレモネードの会はこの突然のレモネードブームに驚き感謝の気持ちを表明しました。この団体は2023年8月2日に XQTwitter で次のようなメッセージを共有しました。 平野耀さんのファンの皆様がみんなのレモネードを買ってくださったりシェアしてくださったりいろんな偶然が重なってこうやってつながりができて支援心していただくことはとても嬉しい限りです。と、平野耀自身もこの予想外の展開に驚きファンのサポートに感謝の気持ちを表明しました。彼の投稿に対するファンからのコメントには魅力ながらお力になれれば幸いです。 支援の輪が広がっていくって素敵といった感謝の言葉が多く寄せられ、購入する人々も増加の一途をたどりました。支援額については公表されていませんが、平野の仕様のファンたちとみんなのレモネードの会が協力し、小児がん患者の子供たちを支援するために行動したことは多くの人々に感銘を与えました。平野の仕様の社会的貢献。 この出来事から明らかなように、平野市用のインスタ投稿は社会福祉に多大な貢献をもたらしました。彼の投稿がきっかけとなって多くの人々が小児がん啓発を行うみんなのレモネードの会に支援を提供し、その一部は小児がん患者の子どもたちに届けられます。 このような社会貢献活動は一般の人々に対する影響力を持つ著名な人物によって促進されることがあります。平野紫耀のような有名な芸能人が自身の影響力を社会的な問題の解決に役立てることはそのファンと社会全体にとって示唆に富む出来事です。24時間テレビとの比較。 興味深いことに、平野紫耀のインスタ投稿による社会的貢献は、24時間テレビという有名な日本のチャリティ番組と関連があります。この番組は、著名な芸能人が24時間にわたって募金活動や事前事業を行い、その収益を社会福祉活動に寄付することで知られています。 しかし、平野の仕様の場合、彼の単一のインスタ投稿が一部の商品の爆発的な売上増加という形で社会福祉に貢献しました。この出来事は芸能業界においてファンとのコネクションを通じて社会問題にアプローチする新たな方法を示しています。結論。 平野の仕様のインスタ投稿が社会福祉に貢献するきっかけとなった出来事は彼のファンと社会全体にとって示唆に富むものでした。芸能人の影響力を利用して社会的な問題に関心を高め支援を提供することは個人の力が大きな変化をもたらすことができる良い例です。 また、この出来事は、24時間テレビのような伝統的なチャリティー番組とは異なるアプローチが、社会福祉活動に新たな可能性をもたらすことを示しています。平野志洋の行動は、彼のファンと一緒に小児がん患者の子供たちを支援する美しいエピソードとして、記憶に残り、他の著名な人々にも社会的貢献の重要性を再考させるでしょう。